皆さんこんにちは。ジュラシックアダライブアクロカントサルストライク近打撃イベントをやっていきたいと思います。はい、いつものように推奨生物レベルが26から30ということになっていますね。ということで、とにかくね、はい、まずメインのアクロカントサルスなんですけど、まあ、スピードは遅いですので、スピードは遅いんですが、牽制を打とうとするとね、戦場も持ってたりするので厄介ですということですね。ただまあね、牽制はいきなり牽制ない、戦場は打ってこないと思いますけど、ね、火力で来ると思いますが、はい、続いてブルーです。ブルーはですね、気をつけなきゃいけないのは、ダメージ軽減 100%、スタン 100% の耐性持ってるので、牽制は通用しないということですね。そして回避もかかってるし、逆に牽制をかけられちゃうので、まあ、スピードを勝るか、一回で倒していかないと結構きついのかなと思いますね。はい、そして、インドミナスレックス第2世代なんですけど、まあ、厄介なのはクロークを打ってくるかどうかですね。これ打ってこられるとこれを回避しなきゃいけないので、まあ、強靭などですね、クロークを破れるのを持っておくっていうのも大事なのかなって気はします。ということで、メンツを考えていきたいと思うんですが、まあ一つはこの、そうですね、最後にアルデンティスマキシマみたいなものを持っておいて、クローク対策ね、強靭対策、まあトリコでもいいんですけど、トリコの方がいいかな。これがスピードがいくつだ、108か、108より速ければ、あ、109ですね、うん、速ければいいですね。これでいけばいいと思います。はい、まずメインの方からいきますが、これもね、火力でいったんでいいと思うので、ソロドロとかでいっても全然問題ないと思うんですけど、一応フォルレックスとフォルサウラとソロドロみたいな感じでいきましょうかね。さあ行ってみましょう。まあとにかくね、フォルレックスが先制攻撃持ってて強いですよね。さあ問題はね、何から順番出てくるかなんですけど、さあここはまずソロドロを出して、はい、火力で削っていきたいと思います。いいですね。はい、もうとにかくこれは削っていきます。2000まで削れれば、そんなに怖くないです。もうこれ1倍で倒せちゃうので、さあこの状態まで持ってこれれば、はい、ブルーでも、インドミナスでもこっちの方が先手が取れるので、さあここで、はい、あ、若干残るんだね。クロークは来ないということですかね。ここでクロークが来ないと、はい、次クローク打たれて嫌なんで、先制を使っちゃいます。はい、これでブルーに対してもこのソロド早いんで先手が取れると思いますから、先制攻撃持ってない人としてはもう何もできないですね。はい、ということですね。まあ非常に楽勝に感じになってしまいましたが、はい、報酬見ていきたいと思います。さあ報酬の方なんですが、何が出ますかね。はい、見ていきましょう。アクロカントね、はい、アクロカント200もらいましたということで、最後のエピックは何出ますかね。アランガいつになったらこれ日の目出るんだろうね。はい、マリオニクスということでした。はい、ありがとうございました。ではまた。